視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。毎週水曜はオチトラ自腹じゃ。パクユーが CD ショップに行って、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し、5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。早速今週の自腹 CD ご紹介したいと思います。今週の自腹 CD はこちらです。じゃん。安堵上白石萌音。女優としても活躍されている上白石萌音さんの、ファーストフルアルバムです。まあ、この方は、君の名はという、まあ、昨年社会現象にもなった映画ありますね。その映画の、主人公の女の子の声をやってた、方で、それ絡みで劇中の挿入歌である、なんでもないやっていう曲をカバーして、それがいろんなところで聞かれたっていうのが一番皆さんの接点があるかなというふうに思いますが、まあその時僕も存在を知りまして、透明感のある歌声っていうのがすごく気になっていたので、今回この CD 見つけて購入して聞いてみようかなというふうに思いました。早速中身についてお話ししていきたいと思います。全8曲収録のアルバムなんですけれども、帯やあとはポップなんかにも豪華アーティストからの提供楽曲を含む全8曲を収録したみたいな、売り文句が書いてありまして、一体どんな人が参加してるんだろうなっていうのはすごくね、楽しみでした。1曲目の告白という楽曲を、作詞作曲プロデュース畑元博、さんがやられているみたいで、この曲は、先行配信リリースされてたみたいなんですけれども、やっぱりね、畑元博さんの名前が、ポップとかに書かれることが多くて、まあそこを推してるんだろうなっていうふうには思いましたが、名前は出ていないものの、他にもですね、売れっ子作家が多数参加しておりまして、2曲目には、僕のこのチャンネルの動画でもたびたび取り上げてますタボコウイチさんですとか、あとは僕の大好きな、作詞家で、藤林翔子さんとか岩里優穂さん、この方の名前もたくさん出してると思うんですけれども、あとは、この岩里優穂さんが、作詞を手掛けた The Voice of Hope っていう曲は、作曲編曲を、河野真さんという、これまた僕のすごく好きな作家さんなんですけれども、まあ、僕にとってはものすごく嬉しいあのコンビで担当されている楽曲があったりとか、もっと名前出す人いっぱいいるじゃんぐらい本当に、豪華なアーティスト、豪華な作家さんが、関わっているアルバムでした。で、作詞作曲陣の豪華さだけでなく、レコーディングの、ミュージシャンもものすごく豪華で、8曲ほとんどがですね、弦楽器までちゃんと生の演奏を、録音していると、しかも、お名前見るともう有名な方ばっかりで、6曲目のストリングっていう曲に関しては弦一徹ストリングスという、ものすごく日本のこうポップス業界では、有名な、ストリングスチームみたいなのがあるんですけれども、そのチームが担当しつつ作曲をそのトップである弦一徹さんが担当している、ものすごく面白い曲で、ストリングスカルテットプラスドラムみたいな、編成の曲で、これなかなか面白いサウンドでした。それでは、5段階で星をつけて評価していきたいと思います。今回の、上白石萌音さんの安堵は星3つです。まあ曲いいですし、サウンドもいいですし、音にもすごくお金がかかってて、すごくリッチなサウンドだったんですけど、まあ、まだこの上白石萌音さんの音楽を求めている層っていうのをつかみきれていないっていう感じはすごくあって、8曲、まあよく言えば、バラエティ豊かな楽曲が揃ってるってことなんですけれども、まあ、悪く言うと一貫性がなくて、一体どこにくっついていけばいいんだろうっていうのは全くわからない、そんな作品でしたね。なので、まあこの1枚目のアルバムっていうこともありますし、この方自体が、女優としても活動しているっていう、まあタレント的な、売り方をされているので、今はとりあえず全方位に向けて、鋭い矢をこうビャッて放って、誰かに刺されみたいな感じで、
活動している、そういう段階なのかなっていうふうに僕は感じました。でそのこうもう無作為にうわーってこう全方位に投げられた鋭い矢に刺さってこううーってなってる人がこうバタバタバタとこの辺でね倒れていくと、倒れていった人たちを見て、あこういうのが受けるんだみたいなものをこうデータを得つつ、この人の活動に、この後生かされていくのかなみたいな、そういう気がしましたね。もう本当に無作為にビャって投げてる感じなんで、僕はねあんまりこう刺さらなかったというか、避けれたというか、ヒュッて避けてうーんみたいな、そういう感じ、あんまり心を強く揺さぶられたりとか、っていうものはなかったですね。で、まあ面白いのは上白石萌音さん自身が作詞をしている楽曲っていうのがたくさんあって、結構難しい曲に詞を当ててるんですね。なので作詞の才能っていうのもものすごく、ある方なのかなっていうふうに思ったんですけれども、この人のキャラクターっていうのが、僕は分からないし、多分世間にもあんまり浸透してないので、歌いたいものっていうのはあんまり見えなくて、なのでやっぱりこう小手先なんか整った感じはあるんだけど、グッとは来ないみたいな、そういう風に僕は思ってしまいましたね。でこの方調べてみたところですね、東方のシンデレラオーディションっていう、オーディションの審査員特別賞を受賞したっていう、そこをきっかけに、芸能界デビューしたみたいな方で、まあ東方芸能のやり方っちゃやり方だなみたいなのは、すごくあって、この人がこの後、まあ、シンガーとしてこう活動を継続していくのかっていうのも正直わかんないですし、今はねその歌を歌う演じる、あとはもともとそのミュージカルとかをやってたらしいので、そういうこう舞台の方に行くとか、こういろんなタレントとしての可能性を、模索してる段階、っていう感じはしました。なのでまあこのアルバムに関しては音は多分ものすごくいいので、クリエイターにとっては興味深い、一枚なのかなっていう感じはするんですけども、誰かにおすすめして、わこのアルバムめっちゃ良かったんだよ、聞いてくれよみたいな気持ちにはちょっとならなかったですね。なので星3ということにしました。ただ、気になる存在、これからバコンと来るかもしれないっていう人、っていうかまあ東方が無理やりこうバコンと生かすんだと思うんですけれども、それがねどのジャンルでこう跳ねるかみたいなところは、楽しみかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。